さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のエイシンアトラクト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました AP ジェット、これは好スタート。ランドローター、この馬も好スタートを切りました。ワイルドゾーン前に行きそうです。続いて桜爆心王、その外から AP ジェット、その外にエアアイドル、ボディーガード、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は AP ジェット、ランドローター、ほとんど差がありません。桜爆心王 B 位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はランドドーター、ボディーガード、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は桜爆心王、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は西のフラワー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、やはり桜爆心王先頭だ。西のフラワー迫る、やはり強い桜爆心王、桜爆心王、桜爆心王、1着2着にはどうやら西のフラワー、これが世界の実力だ。桜爆心王